不思議な魚なんです、うん、一番体の大きい個体のオスがメスになるんです、うん、変な魚だね、可愛いのに。もしかして新谷さんって男性？体は男性なんですけど、心が女性で、で女性として生活して。どう？外回りも慣れた？はい、多分。向き不向きがあるから合わないと思ったら言ってね。でも完璧な水槽なんてないし、まめに様子見るしかないよね。私まだ完璧じゃないし、強くならなきゃ彼氏なんてできないよ。コケ、たかし、来週仕事でちょっとそっち行くんだけど。強くなることは愛することは